皆さんこんにちは。こんにちは。社長、明日、はい、我々は北海道に出発でございますが、もう7時、はい、出発くらいです。そうですね、くらいになります。朝1ですね。はい。カノさん、前回北海道、はい、どんな思い出がありますか？そうですね、テクニカルサービスシーンさんですね、はい、社長がちょっといつもずっとですね作業されている記憶が、はい、ずっと記憶に残ってるんですけど、はい、ちょっと一人で黙々とですねものすごい速度で作業をさばいていらっしゃったんでですね、はい、ちょっとそれがすごいなっていう記憶が一番残ってます、ねはい、なんかちょっとアットホームなイメージが、うん、私ね、まあ、動画ちょっと編集させてもらいましたけれども、はい、一応確認したらですね、今回も卓球台貸していただけるということで、はい、はい、ありがとうございます。はい、社長よろしいでしょうか一言、はい、こんな立派な社長、デスクを準備していただきましてありがとうございます。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと見てもらえますか。はい、気になるこのテーブルなんです。じゃん、はい、皆さん川野くんここです。ここ、はい、卓球台ですというところで素晴らしい、はい、商品並べ陳列のね、デスクを用意していただきました。はい、卓球台で今回もイベントさせていただきたいと思いますけれども、はい、はい、前回ですね、動画上げさせていただきまして、数件ご予約もですね、増えております。本当、お問い合わせありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと我々もちょっと告知が遅れた部分もございまして、はい、まだまだですね、ECを書き換え可能でございますけれども、はいはい、土日の午後に、はい、カノさん、体感試乗会をそうですね、はい、やりたいと思います。はい、お車乗ってですね、体感をいただける試乗会ですね。はい、そうですね、はい、行います。体感試乗のメリットといえばどういったことがありますか？そうですね、実際ですね、こう体感する前に書き換えようとなるとですね、やはりこう金額が大きいものになってしまいますの で、ね、やはりそこを体感して納得いただいてから書き換えいただけるといったところがもうメリットになりますね。はい、すね、はい、迷っていらっしゃる方も結構いらっしゃると思うんですよね。はいはい、実際どうだろうか、納得できるだろうか、体感できるだろうかっていうですね、はい、ですからまずはご自身のお車で、インストールさせていただいて、で乗っていただきまして、でそこが金額に見合うものであるかということを、まあ評価いただいて、はい、そしてご読みいただくか、はい、またそうでなければまたね元の状態に戻させていただきます。はい、はい、まあ、あるあるではありますけれども、はい、やっぱりこうデモ、まあ、後ろもこれ当社のデモカーですが、はい、まあ、デモカーとかに乗るのとやっぱり自分の車を運転する感覚ってやっぱ全然違いますよね。はい、それは同じスペック2プロが入っている車でもやっぱりお客様ご自身の車で乗ったらどうなのか、まあ、自分の足回り、自分の給排気のチューニング、ここでどういうふうに変化があるのかななんていうちょっと妄想もありつつだと思うんですが、はい、今回はその、まあ、実際に自分の車で体感した上で納得した上で書き換えが可能ということで、はい、まあ、私たちとしてはですね、まあ、そういうお客様にちょっとでもこう楽しんでいただける、まあ、そういった催し物にできればというところで、ご準備をさせていただいております。はい、はい、まあ、おすすめ、まあ、スイフトもあるともありますけども、カノさんのじゃあおすすめのスイフトスポーツの ECU は何でしょうか？スイートスポーツはですね、はい、やはり一番今販売させていただいているのは2プロかなと思うんですけれども、はい、まあ、こうチューニングを進めてですね、やはりこうスピードを求められる方というのはもうスペック2マスターですね、はい、こちらもおすすめになります。はい、まあ、ちょっといろいろ交換必須パーツ等もございますが、はい、こういったところもですね、はい、クリアできている車両であれば、マスターまで引き上げ可能ということで、はい、スペック2マスターはすでに2件ご新規の書き換えをいただいておりまして、もしかすると、まあ、この時を待っていただいてたのかもしれないですね。そうですね、はい、なかなかちょっと北海道になります。そうですね、はい、あとは今思い出しました、手土産をね、結局いただいたんですよね。はい、今回空港でなんかお土産紹介みたいなのがありましたね。はい、紹介、やっぱいくつかですね。はい、すいません、私一つ食べてしまったんですけど、昨日ビールのおつまみにちょっと食べてしまいましたが、はい、あとは、この赤いサイロっていうのがなんか地元の方でもなんか手に入らないらしくて、はい、激レアっていうことで、すごく希少なお土産らしいです。はい、それからあと夕張メロンのハイチュウ。ハイチュウですね。これちょっと重いですね。バターサンド。バターサンドです。ちょっとつまみました。そうですね、勝手に食べてしまいました。そんな話をするとね、なんかね、はい、こう強制するみたいですけどね。ちょっとなんかそのくらい、前もなんか千葉であったような気がしますけど、ちょっと待ってますな、空気に入ってしまいますってことですね。はい、手ぶらで来ていただいてですね、はい、大丈夫です。次の日はだいぶ空港で待ったんですよね、おそらく。そうですね、多分飛行機のね、はい、そんなに便がなかったですね。そうですね、はい、ですね、ちょっと早めに着いてしまったような。そうですね、はい、空港に、はい、そんな思い出もありますけれども、はい、まあ、本当に前回の動画でもお話ししましたが、先週末はですね、内藤選手の優勝もあり、ね、まあ、非常にテクニカルサービス
スシーンさんとしてもまあ盛り上がっているところじゃないかなと、ね、はい、今勢いのある、お店でございます、会社でございますので、ぜひ来ていただいてですね、まあ、そういう、まあ、ちょっとこう例えばカスタマイズ今迷ってらっしゃる方とか、そうですね、はい、まあ、あの我々でも構いませんが、まあ、あの小林社長もですね、やっぱりそういったあのもうプロでございますので、はい、そういうじゃ走りというところに特化したチューニングのご相談とか、まあ、また今回のイベントより後もですね、そうですね、弊社の製品の取り付け可能となりますので、まあ、まずはちょっとご相談に来ていただくというのも一つかなと思いますので、はい、ご予約は公式 LINE アカウントの方からですね、北海道遠征ということでお送りいただけますとご予約可能となっております、はい、まあ、今回はあの当日の追加も全然可能となりますの で、 そうです、ね、ちょっとあの、はい、今まだスケジュールがわからないぞという方もですね、土日ポッと予定が空いたら来ていただければ今回に関してはおそらくあの問題なくご対応可能と思います。はい、じゃあ川野さんはちょっと今回はあの店舗でのお酒で、そうですね、はい、今回はお留守番連絡でありますけれども、はい、私はその方で、北海道盛り上げていきたいと思いますので、はい、たくさんのお客様と本当お会いできるのをですね楽しみに、明日飛行機で伺いたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。引き続きご予約のほどお待ちしております、はいはい、今日はこの辺でお別れです。ありがとうございます。13、14日は毎年恒例の SWK レカロフェア開催です。シートご契約者様はショッピングローン12回払いまで金利手数料当社が負担いたします。取り付けコーチチートレール半額、鈴木社以外の取り付けも可能です。たくさんのご来場お待ちしております。レカロフェア去年もそれ見たな。